これよりセラピストによるファッションショー開演します。エントリーナンバー1番セラピスト。かっこいい。いいですね。この服装も結構いいね。エントリーナンバー2番、セラピスト青バージョンね。白衣の中に青がある。まあ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 、いいじゃん。はい、次3番出てきて。はい。まあまあまあ、これもいいんじゃない。ちょっとなんかおばあちゃんの私服って感じでね。次4番目の人。おーい、帰ってきた。どういった？あ、帰ってきた。もうめっちゃビビってる。ちょっと緊張してんね、おばあちゃんもね。ファッションショーだからね。あ、次は5番ですかね。はい、5番の方。あー、画質悪い、この人だけ。はい、次。ちっちゃ。遠近を無視してる。いいね。なんか羽織ってる感じもね。いい感じだね。いい感じなんだけども。どれがいいんでかな、前に来た。これな、おー、足。くせ強。ああ、いいね。このスーツもいいね。かっこいい感じ。でもね、あ、来た。わー、ガンダムみたいになってる。出方。ああ、来た。はい、なんか普通の人が来てくれると嬉しいね、これ見てるとき。このジャージ、ズボンがちょっとな、これなんか俺あんま好きじゃないかな、好みじゃない感じかな。お、早い。あ、すごい。あ、綺麗がすごい。綺麗。何それ、左右の移動。反復横跳びみたいな。あー、はい。来た。あー、はい。なんだろうね、この、これ飛んだ。足、あー、伸びた。え、何事も中戸に帰ってたわ。え、終わり？はい、どうも、はじめまして、バンブです。あれね、ニキータさんがね、またツイートしました。はい、今日のね、朝方、はい、本日の朝方の方に、セラピストを復活させました。ということで、ここに小さなプレゼントがあります。セラピストの服のコンセプトということでね、セラピストの服が12種類な用意されて、多分、この中で、なんだろう、一番人気のやつが、今後のね、まあ、レイド中に出てくるセラピストの服装になるのかなっていうアンケートなのかな。なんか一応なんかこの中から選んでよみたいなアンケートは出てないんだけど、まあなんか候補が出てますってことでね、みんなどの服が好きかなということで、この中のね1から12番の中でね、なんか皆さんの好みありましたらコメントの方で教えてくださいね。1番からね、交互にね、みんな見ていきましょう。はい、1番のね、はい、こんな感じです。さっきね、ファッションショーあったんですけどね、ファッションショーでは伝わりきれなかったね、そういう服のね、もんがあるんで、みんなでね、じっくりね、服装を見ていこうと思います。はい、1番から、はい、1番の方ね。あ、青い服、なんか手術服に上から白衣をかぶって感じ。まあこれもね、いいね、なんかセラピストって感じ。なんか白いね、白衣がもうほんとセラピストって感じするよね。いいね。じゃあ次いきます、2番。はい、こちらは、この俺、ジャージみたいなのがさ、なんか、そんな、俺はこの、好みじゃない。うん、青いやつがね。うん。でもまあ、白衣はかっこいいと思う、普通に。と思います。はい。じゃあ次、行ってみますか。はい。3番。あ、いいね。これ、セラピストのなんか、すごい私服感出て、めちゃくちゃ好きなんだよね。こんな感じでね、日替わりでね、この服装で行ってくれても、ちょっと嬉しいなと思います。なんか、似合ってるよね、この服。緑っていうか。うん、セラピストめちゃくちゃ似合ってます、これいいね。はい、次4番いきます。4番。あ、よ、4番これ4番なんですけどね、僕結構好きなんよね、この下のさ、セラピスト感、このおばちゃん感。うん、このミニスカに、黒いミニスカにストッキング履いてる感じ。でもね、俺がやっぱ言うのはね、さっきの青色の服、中に入ってる青色の服、あれだけがね、ちょっと俺気になるかな、この服装に関しては。うん、それが違う色であったらめっちゃ好きかも。うん、これありだと思う、4番は。服だけ変えてほしい、中のね。はい、次5番いきます。5番は手術服ですね。これも完璧手術服です、青い手術服。これはな、まあ、スーレイドに1回とか、もう激レアな感じで出してほしいよね。俺毎回これだったらちょっと嫌だわ、なんか嫌だわ、半袖やしな。はい、次6番目だね。はい、セラピストいきます。はい、これは何だろう、中になんか着てるね、シャツみたいな。まあ、いいけどって感じだけど、この服には、ピーン、くっちゃきましたね、僕の方にね。はい。この服にはでもなんかね、なってほしくないなっていう自分がいる。ちょっと俺の好みじゃない。
うん、まあね、俺の好みだからね、みんなの好み教えていただきたいわね。はい、じゃあ次7番、7番のね、この中に着てる服との相性がちょっと悪いとは思うんだけど、この茶色のさ、羽織ってるシャツの上、白衣の上にこうやってるやつちょっと好きよ。あの獣感、あの獣のなんかあれ、タヌキをね、マフラーにしてるみたいな、あんな感じでね、あのこれ好きよ結構、うん、山で住んでそうまあいいね、いいね。はい、8番いきます。8番の方はね、この中の服装柄なんかいいね、可愛いね。あれだけでもよかったんじゃない、白衣を無理やり着させなくても、あの服だったらちょっとなんかセーターみたいで可愛かったんかな。まあ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 、別に8番でも別に、なんだろう、白衣との相性は悪いぐらいだな。うん、色合い的に僕は好みじゃない。次9番いきます。9番、スーツ、これかっこいいよね。うん、これでもいい、正直かっこいい。これな、あのみんなの対談、あのディーラーとかのさ、なんか話し合いの時にこれ着てきてほしいよね。セラピスト、いつもは白衣だけど、なんかいきなりスーツ着てボスだよみたいな回復すんならうちに寄ってけばみたいな感じのこのセラピストめちゃくちゃかっこいいね。ランボルギーニとかね、フェラーリとか乗ってからあれ出てきたらかっこいいよね。はい、じゃあ次10番いきます。はい、10番はあの前、白衣の前を締めてる感じかな。前を締めて、あの僕があのそんな好きじゃないあのジャージ着てます。どうなんだろうね。でもカバンいいね。白衣とあの茶色いカバンはめちゃくちゃ相性いいと思います。はい、じゃあ11番は、次は青い手術服かな、なんかあんま分かんない、遠すぎて分かんないんだけど、ちっちゃいから、白衣、まあこれでもまあ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 、セラピスト感があるからいいね。はい、じゃあ次最後12番いきます。12番の方はね、あ、中の服これがいいね。うん、セラピストって感じする。中の服は一番これがいい、茶色、この茶色のなんか、うん、シャツみたいなやつがいいですね。うん、でちゃんとね、あ、なんか手のアームみたいなのがシャ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 ってね、流行りみたいな、うん、エメラルドグリーンのね流行り。でもね、パンツはめちゃくちゃいいんじゃないかな。エメラルドグリーンのこのシュッてした感じね、いいよね。うわー、俺ね、これ組み合わすんなら、白い白衣着るならこれだね。茶色がいいわ、中身茶色がいい、めちゃくちゃ似合うと思うっていうことなんで、はい、以上パッと、はい、全体見ました。これでね、1から12番、皆さんのね好みいろいろあれば教えてほしいです。まあ僕の好みはね、さっき言ったあの12番の中の白衣着るんであれば、中のあの茶色の服着てほしいな。それにあのスカートが、いや、ミニスカの OL 風ミニスカにストッキングカオスになりそうはい、それがいいと思いました。はい、皆さんの意見お待ちしております。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあねー。絶滅危惧種のバンクのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも